まずは11レース牧場賞を制しました福井の柳原真央選手にお話を伺いたいと思います。柳原選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。まずはレースを振り返っていただきたいのですが、はい、柳原選手は赤番から最後方でレースを見る展開になりましたね。はい、そうですね、はい、あのあたりドキドキしていませんでしたか？まあ、いつも以上に足が止まらなかったっていうのはありますね。前段がもがき合う中、踏んでいった感触はいかがだったですか？わあ、そうですね、そのもう結構スピードが速くて足が回りきっていった感じはあったんですけど、まあ、そこからもう意地で踏み上げました。最後は梅川選手を捉えたという手応えはあったんでしょうか？そうですね、4コーナー我慢、2センター我慢した分4コーナー伸びていったんで優勝できてよかったです。今回はガールズ競輪10周年を記念するシリーズです。このシリーズでの優勝というのはいかがですか？そうですね、本当にこの10周年でファンの方への感謝をしながら3日間走れたので、そして1期生の方のおかげで今ガールズ競輪ができているので、本当にそこに感謝しながら走れました。柳原選手自身の今後の目標を教えてください。今後は次はサマーナイトなので、まあ、サマーナイトでいい成績を残したことがあまりないので、まあ、そこでまずいい成績残して今年はグランプリ決めたいなと思います。それでは最後にガールズ競輪ファンの皆様に一言お願いします。本当にたくさんのご来場ありがとうございました。そしてたくさんのご声援のおかげでこうして優勝することができました。本当にありがとうございました。柳原選手でした。ありがとうございました。続きまして12レース牧場王賞を同着優勝となりました神奈川の佐藤美奈選手と福岡の児玉葵選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは佐藤選手にお話を伺いたいのですが、レース振り返っていただきます。佐藤選手、後方でレースじっと見る展開になりましたね。そうですね、本当は児玉選手より前にいたかったんですけれど、まあ、そこはしっかり自分のタイミングを見つつ後ろから仕掛けようと決めてました。冷静でしたか？少し焦ってました。踏み込んだ感触っていうのはどうだったんでしょう？踏み込んだ感触は正直もう前を追うことに一生懸命だったので、もう本当に何も考えずただがむしゃらに児玉選手の背中を追ってました。ゴール後はガッツポーズも飛び出してましたけども、ちょっとどうかなっていう部分はあったんですけれど、まあ、届いてくれっていう気持ちを込めてガッツポーズしました。なかなかガールズ競輪を走る機会が少ない中で、この地元優勝というのはいかがですか？本当に連日たくさん私の名前を呼んで応援してくださるファンの皆様がいたので、本当に地元の力の偉大さ、そして、なかなかガールズ競輪を走れない中応援してくださることにすごくとても感謝しています。佐藤選手の今後の目標を教えてください。はい、まずは次の出走がサマーナイトなので、そこでしっかり優勝することです。それでは最後に地元ファンの皆様に一言お願いします。本当に暑い中、そしてとても暗い中、たくさんの応援ありがとうございました。次のサマーナイトではしっかり一着して優勝できるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。地元神奈川の佐藤美奈選手でした。ありがとうございました。続きまして福岡の児玉葵選手です。児玉選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。レース中段あたりからこう後方も警戒しながらという感じで2コーナーから仕掛けていきました。仕掛けた感触はいかがでしたか？そうですね、まあ、里美奈が来るのはマクリーで来るだろうなっていうふうに思ってたんで、先に仕掛けたいなって思ったんで、まあ奥井さんが先行して、あとはゆっくり自分のタイミング見ながらっていう感じで落ち着いてかけることができたと思います。作戦としてはやはり佐藤美奈選手よりも先に仕掛けたいという気持ちはあったんでしょうか？そうですね、やっぱり連日佐藤美奈の走りを見てかなり上がりタイムも良かったし、めちゃくちゃ強いなっていうふうに思ってたんで、まあ、佐藤美奈に先に行かれたら抜くことできないだろうなって思ってたんで先に行こうと思ってました。ゴールした瞬間は同着ということでどう感じたんでしょう？私は抜かれたなって思ったんで、里見奈に強えわっていう声はかけたんですけど、同着だったんで嬉しいような、なんかちょっと分かんないですね、はい。今回はガールズ競輪10周年を記念するシリーズということなんですが、4期生でデビューした児玉選手にとってここまでのガールズ競輪いかがですか？そうですね、やっぱり年々ガールズのレベルはかなり上がってきて、やりがいを感じますし、まあ、やっぱり1期生が
ここまで築き上げてきてくれたものはすごく大きなものだと思うので、今後も、もっともっと盛り上げられるように自分自身精一杯頑張りたいなと思います。児玉選手の今後の目標を教えてください。大きな目標を あえて立てずに、目の前のレースを一戦線しっかり走り切ることを目標にして、今後も頑張りたいなと思います。それでは最後に競輪場に残っていただいているお客様に一言お願いします。はい、連日たくさんの応援ありがとうございます。結果同着で里見と優勝という形になってちょっと悔しいような感じがするんですけど、次はサマーナイト、11レース優勝した柳も走りますし里見も走るということで、しっかり仕上げて優勝を目指して頑張りたいなと思います。今日はたくさんのご来場ありがとうございました。児玉選手ありがとうございました。岡崎さんどうもありがとうございました。